Hello everyone, welcome to my channel English with Yuki. My name is Yuki, I'm an English instructor from Ginza Electro Language. 皆さんこんにちは。この動画は英会話スクールリンゲージの公式ビデオチャンネルです。本日は銀座有楽町講師ゆきがレベル3、ユニット20、レッスン2、In it to win it のスライドとテキストに沿って解説をしていきますので、ぜひ復習にご活用ください。英会話スクールリンゲージでは会話中心のレッスンを行いますので、レッスン中に文法の解説を行いません。この動画をもっと英語を知りたい、文法を分かりたいという方に見ていただきたいと思います。それでは早速始めていきますので、テキストのご準備をお願いいたします。このストーリーはバーテンダーのケビンが新しい仕事に応募し、結果を待っている間に大変ストレスを感じて疲れている様子のところから始まりました。ケビンがいつ応募したのか、そしてヌーラとシャロンがどのようにケビンを元気づけているかというところに注目しながら、このストーリーを見ていきましょう。それでは最初のポイントになります。こんなフレーズがありました。 What's the matter?What's the matter? というのは慣用句、イディオムとして覚えていただきたいと思います。意味は一体どうしたのというような意味です。 What's the matter? と一緒に What's the matter with 誰々というふうに言うことで、誰々はどうしたのというような言い方もできます。 What's the matter? と一緒に What's wrong? も一緒に覚えておきましょう。 What's wrong? というのもどうしたのというような意味になります。ただ、What's the matter の方は、何があったかわからないからどうしたのというような聞いているニュアンスになります。What's wrong は明らかに何かが違って、どうしたのというような言い方になりますので、2つ揃えておきましょう。また、matter というのは動詞でも、動詞として使うこともあります。動詞だと何々が重要だというような意味になりますので、今、とても有名な言葉で Black Lives Matter というふうな、言葉がありますけれども、この Black Lives Matter の Matter は重要であるというのの Matter になりますので、いろんな Matter の意味があります。しっかりと覚えておきましょう。次のフレーズになります。 He's stressed というふうに言っています。 Stressed というふうに ED がつけて、彼はストレスを感じているという意味になることを理解してください。He's stressed と、何かがストレスの元だという場合は It's stressful というふうにフルになっているというフレーズも後に出てきましたので、人がストレスを感じている場合には He's stressed とか人が stressed になります。あるものがストレスの元になっている場合は stressful というふうに言うようにしてください。シャロンがこんなようなフレーズを言っています。 Did you apply for the promotion then?昇進する試験を受けたのとか、昇進する面接を受けたのというような意味になりますね。そして When did you apply? というふうに言っています。いつ応募したのかということですね。 A week ago というふうに言っていました。 A week ago というのは、今から1週間前というような意味になりますね。でこの後にストーリーの方で It has been nearly 9 days というふうな言い方もしていますので、 ago というふうに言う言い方と It has been この日にちが経ったよというような、2つの言い方を覚えておくといいと思います。さてこんなフレーズがありました。 I was a nervous wreck ですね。 Nervous wreck というのはこのまま覚えてしまうイディオムでいいと思いますけれども、まあ、やつれた人だとか、クタクタというような意味になります。 Nervous wreck。 そしてヌーラのフレーズでこんなフレーズがありました。 I didn't bother getting stressed というふうに言っています。Bother というのが難しい単語というか、なかなかニュアンスがつかみづらい英語の単語になるかと思うんですけれども、 Bother は Bother の後ろに来る人に迷惑をかけるというような意味が元々の意味です。そして Bother に、例えば、ing をつけたりとか to 何々をつけるとわざわざ何々するというような意味になりますので、Bother の後ろに来る人に迷惑をかけるというような意味とBother to 何々かもしくは Border 何々 ing の場合はわざわざ何々するという意味があります。この場合ヌーラは、わざわざの方の、Border を使っていますので、わざわざストレスをこの感じることはなかったわよというふうに言っているということなんですね。Border というのはなかなか難しい単語ですので、その都度出てきた時にどんなニュアンスかなというのをしっかり確認していただきたいと思います。日本の文化では人に迷惑をかけるというのは電車の中で、例えば
電話をかけることであったりとか大きな声を出すとか、そういった迷惑をかけることを厭う文化だということが日本の文化の特徴だというんですけれど、だと思うんですが、何かに迷惑をかける、誰かに迷惑をかけるの、この迷惑をかけるニュアンスに一番近いのが私は英語の border だというふうに思っていますので、いい単語でもあると思います。日本の文化が理解でき、説明するのにとてもいい単語ではあると思いますので、 border にアンテナを、立ててよく見ておいておく必要があると思います。そしてこんなフレーズがありました。 I hadn't gotten my hopes up too much というふうになっています。多くの生徒さんがこの単語がですね理解できなかったようで、よく首をかしげている生徒さんがよく見られました。スライドの例文も少し分かりづらかったのかなと思うんですけれども、こんなフレーズがスライドの単語のページに出ていました。 Don't get your hopes up. She probably doesn't like youというふうに、なっている例文でしたね。どういう意味かというと、あまり期待しすぎるな、彼女はあなたのことを好きじゃないよというような例文ですね。 Don't get your hopes up というのは期待をするなということですね。 Don't がついているので、あなたのホープがアップしすぎてしまうということで、期待しすぎるというような意味になります。最後のフレーズのところでこんなフレーズがありました。You got to be in it to win it. In it to win it というのは、イディオムみたいな風に覚えていただければいいかと思うんですが、まず語呂がいいので、リズムがいいので In it to win it という風に言っているんですね。日本人のその韻を踏んでいるという、日本人にはこう分かりづらい英語の韻というのがまずあって、言葉遊びのようにして使っています。それでは私の方からストーリーでは以上になります。続いてエクササイズの話になります。このエクササイズの方でですね、2つの大きなポイントがあります。1つは ago です。そしてもう1つが since という言葉になります。この2つをしっかりと分けておく必要があります。余裕のある方は ago と since と、もしくは for まで覚えていただきたいんですけれども、今回のスライドでは ago と since しかありません。少しこのダイアグラムを使って理解していただきたいと思います。私たちが今ここにいるとします。これが現在です。そしてこれが過去になるんですけれども、ケビンが、プロモーションに応募した過去というのがこの、軸になります。そしてここが私たちのいる今なんですけれども、いつプロモーションに応募したかというと、week ago という風になっています。なので、ago というのはですね、今の現在から見て後ろにこう振り返るようなイメージになります。振り返ります。現在から見て後ろに向かって矢印を向けていって、何日前かというような、このような動きになりますから、このような動きと一緒に使える時制、時間の枠というのが過去形になります。アゴ、この動きというのは必ず過去形と一緒に使っていただきたいです。なので、これでもそうです。He applied a week ago というフレーズがありました。しっかりと applied になって過去形になっているのを確認していただいて、 a week ago という、矢印を後ろに引っ張るようなイメージを理解してください。では ago と引き合いに出される since というものなんですけれども、今回のスライドでは since を説明するのがなかなか、難しくなっています。というのも少し例外もありすぎてですね、なかなか since を、このスライドだけでは説明できないので、私の19日間入門プログラムの現在完了の回ですねを見ていただきたいと思うんですけれども、今回少しシンスのお話をしますと、シンスとアゴーというのは同時には使いません。アゴーは過去形と一緒に使います。そしてシンスはですね、ダイアグラムで言いますとこの部分だけを示しますので、こことここの過去と現在の間の年数だとか、それから数、日数を数える必要がないので、この点だけになりますので、この点でケビンがもしプロモーションに応募したというわけでしたら Since he applied for the job というふうな言い方になります。また余裕のある方は、ago とそれから since のにプラスしてですね for を覚えておいていただきたいと思います。 for というのは、ケビンがプロモーションに応募してから
前の矢印に前に矢印を向けてどのくらいの間もう立ったかというようなことを表すので、実質顎の後ろ向きに考える矢印と前に向かっていくフォーの矢印というののこの距離は同じになりますので、顎とフォーは同じ年数になるはずです。もっと分かりやすい例で考えましょう。例えば私は3年前にリンゲージに勤め始めました。ということは今こちらでして過去に向かって3年前というふうになるので、この矢印の間が3年になります。3年前に、そして顎は過去形と一緒に使うので I started working at Linguage 3 years ago になります。では、過去から数えてどのくらい経ったかというような言い方をする場合ですね、その場合私は3年間このようにして働き続けていますから I have been working at Linguage for 3 years になります。ということは3年前 3 years ago と3年間働いているという for 3 years のここの計算は同じ数になっていなければいけないということです。そしてこんな言い方もできます。もう3年だよ、私がリンゲージを始めた時からこの1点から数えてもう3年だよというふうに言いたい場合は It's 3 years since I started working at Linguage になります。この since と ago とそれから、for の違い理解できたでしょうか。少しニュアンスをつかんでいただければいいです。詳しくは私の19日間入門プログラムの文法のレッスンで、後に出る現在完了という、ところを見ていただきたいと思います。それでは私の方から解説は以上になります。しっかりと復習をして次はユニット20レッスン3の Real Estate のところを復習予習していただきたいと思います。 Thank you very much for watching. See you next time. 皆さん、この解説動画を見ていただきありがとうございます。このビデオがいいなと思いましたらいいねのボタンとチャンネル登録をお願いいたします。また何か質問がありましたら下のコメント欄に、質問を残してください。なるべくお返事できるようにいたします。それでは見ていただきありがとうございます。Thank you very much for watching. See you next time.